人間には真が似たとは目覚めていってもやはり今までの個性ってのありますよね。その個性を最大限に活かせるためには、ね、後ろが真っ白なキャンバスの方が赤は赤、青は青、黄色は黄色という文字がはっきりしてきますよね。後ろがなんかいろんな色でごちゃごちゃに混ざってたら字を書いてもそれが鮮明に浮き上がってきませんよね。ですから自分の個性をちゃんと浮き上がって鮮明にするためにも後ろの真っ白な透明なキャンバス、それが真が目覚める、真っ白な透明なキャンバスに目覚めることによって自分の個性が明確になってくるということです。我が強いって言うでしょ。でも真がもう我じゃないですか、まあ、こう真がという我でしょ。真がと義が、偽の自分、偽の自分と本当の自分、それはこの満月のでこれは三日月っていうけどこんな月なんかないですよね。これが我です。こんな月なんかないから、月は常にまん丸で大きい球体ですよね。それが真我である。これが我だと。ですから真が、まあ、大きな球体に気づいたらこれは消えるわけです。自動的に真我に目覚めていった時に義が、偽の自分が消えてくる。我はいくらでも無限に変化できるということです。それは生かすこともできるし、それによって逆に自分の人生の足を引っ張っちゃう場合もある。真我に目覚めたらその我も生きてくるということです。